関ヶ原の戦い前の会津征伐に参戦していた山内和豊に妻の検証員が大阪城から届いた符箱と自分で書いた手紙に通を使いに持たせ、自筆の手紙のうち1通を小より状にして死者の傘の紐にねじ込んで届けさせたものである。この密書は検証員が自筆で書いたもので、和豊に符箱の分は開封せず徳川家康に届けることを命じたものでした。符箱の分は石田三成らが会津征伐に出陣中の徳川家康に組する大名の妻子を人質に取り、家康方の動きを制しようとしていることを記したものでした。検証員はこの密書を届けることで和豊が徳川家康に忠誠を尽くすよう促すとともに、家康方の勝利を祈願したのです。和豊は検証員の命に従い符箱の分を開封せず徳川家康に届けました。家康はこの密書を喜び、和豊の忠誠心を高く評価しました。関ヶ原の戦いでは和豊は東軍に属して戦い勝利に貢献しました。この功績により和豊は土佐の国20万石を拝領し、土佐藩初代藩主となりました。笠の大文は検証員の起点と忠誠心を物語る逸話であり、関ヶ原の戦いの流れを大きく変えた重要な文書として知られています。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。